こんにちは。こんにちは。こんにちは。3週間ぶりのお便りでございます。いやー、久しぶりです。テーマ何でしたっけ？この2週間はですね、一問一答形式でツイッターで募集したやつじゃないですか。パラミンちゃんとやってたやつですね。3週間前は何だったの？高橋くんも来ましたっけ？3週間前忘れた。3週間前は忘れたもん。はい、お便りは私のツイッターアカウントからゲリラで募集をかけております。読まれた方5名様、私のサイン入りグッズ何かが、後日アップバンクストアから郵送されますのでお楽しみに。早速いきましょう。今回はテーマを仙台とさせていただきました。仙台といえば5月1日仙台ファンミーティング開催いたします。イエーイ。どうぞ皆様お越しください。やったー。お越しください。チケットの購入は下にあります。コンテンツもうぎっしりパンパン。多分すっごい楽しいと思うんでぜひともお越しください。ぜひお待ちしてます。勢いがすごいね。熱いドーンドーンドーン。いきますよ。お便り1通目、直屋さんからいただきました。マックス村井さん、皆さんこんにちは。こんにちは。僕は宮崎在住の専門学生です。今回のテーマが仙台ということで、僕は今仙台の専門学校に通っていて、仙台の南にある仙南という地域の柴田町というところに住んでいます。仙台といえば東北の中心的な都市で、宮城県民が遊ぶといったら大体仙台に遊びに行きます。僕も高校時代はよく仙台に遊びに行っていました。現在仙台に通っている身として仙台を紹介したいと思います。仙台で盛んなのはスポーツではないでしょうか。仙台には野球の楽天イーグルス、サッカーのベガルタ仙台、バスケの 49ers などプロスポーツチームがたくさんあります。またバレーやフットサル、車椅子バスケなどのチームもあり、幅広いスポーツが楽しめます。またそれらのスポーツができる施設も充実しています。そして仙台はファッションの中心でもあります。仙台には有名なお店もたくさんありますが、古着屋さんがとても多く、自分好みの服を選ぶことができます。古着屋さん、うん、おーほー。さらに今年の3月に仙台駅の東口の工事が終わり、お土産屋さんがとても充実した、とても広くて開放感のある駅になっています。村井さんが仙台でのファンミーティングの際にはぜひとも牛タンだけではなくずんだシェイクも飲んでみてください。ずんだシェイク、それそれ月曜から夜更かしてアウト、あの月曜から夜更かしてマツコデラックス、それマツコさんが仙台行ったらずんだシェイクがマジで美味しいんだよってずっと言ってた。それをすごい飲みたかったんです。仙台に行ったらすごい、もうこの動画で一番テンション高かったです誰よりもテンションが高い一緒なのびっくりした。一番テンションが上がったずんだシェイク、私が大好きなあの敬愛するマツコデラックスが美味しいって言ってるずんだシェイクを、ね、飲んでみたかったんですずっと。おお、有名らしい。お便り終わりですか？まだありますよ。スポーツシェイクは仙台駅で買うことができます。スポーツシェイク、ずんだシェイクも飲んでみてください。スポーツシェイクは仙台駅で買うことができます。分かった。ずんだの酢で、酢がスポーツにきっと誤変換されたんだ。だからずんだシェイクだ。いや、メールにはスポーツシェイクって書いてあるけど、きっと誤変換だ、うん、これずんだシェイクだなるほど、事前にスポーツって書いてあるからね、まあ、きっと酢で変換でスポーツになっちゃったはい、スポーツシェイクは違うずんだシェイクは仙台駅で買うことができます。そう、駅ね、うん、そうなんだ。駅らしい、それはちょっと飲まんとあかんな。飲まんと。気になる。何？ずんだの甘さがとても生きていて、それでいてとても、それでいて甘すぎもでも甘くすぎなくてとても飲みやすいので、地元でもとても人気です。ぜひ飲んでみてください。とにかくぜひとも、はっ、いいバチです。日本語がとにかくぜひともはいい街です。ご変換ですきっととにかく多分、いや解読しましょう。とにかく仙台はとてもいい街です。多分そう、言いたいことはそう。仙台楽しんでください。長文失礼いたしました、というメールが。直屋さん、ありがとうございます。焦ってやっぱりご変換が。そうだね、うん、いやずんだシェイク、スポーツの話とかいろんなファッションの話とか古着屋の話とかもあったのに持ってかれました。全部ぶっ飛んでずんだシェイクだけの話になったね。ずんだシェイク気になる。え、どう、緑色だね。まあ、ずんだ餅のあれですよね、うんうん、枝豆ですよね。そう枝豆、水曜どうでしょうでも、まあ、ずんだ餅のね、もう一生懸命食べてたあのずんだ餅だね。まあもう完全にじゃあもうすりつぶされてるのシェイク。おそらく細かいシェイクですもんね。だって大福とかとあんまりそんなに
ずんだ餅とかそんなに味は変わらないよねきっと。わかんないです、わかんないです。ただ美味しい、なんかずんだ系の何かを食べた時に、いや私はずんだはすごい好きなんだけど、ずんだシェイク、仙台の駅で飲めるずんだシェイクが本当に美味しいんだって言ってたから、マツコデラックスだ、うん、そうおしゃれ。ちょっと今 Google で検索して絵だけ見ましょうか。ずんだシェイク、画像検索、ほい、お、あ、なんか、あ、ほら、マツコデラックスめっちゃ出てくる。本当だ、ずんだシェイク知ってる超美味しいよ超美味しいあ、それ違うんじゃないですか、これはまた別か、うん、多分ね、それはね、また違う、普通にずんだ餅じゃないか、ずんだシェイクの中にずんだ餅が入ってたりとかするんですかね。あ、なんか一緒にそれ、え、しかもいろんな店、いろんな店で出てる、多分置いてるところに、うん、ずんだシェイク仙台駅、マツコの一言すごすぎるっていう、めちゃくちゃ売れたんだろうなきっと、そうでしょうね。とりあえず我々が飲もうと思ったら仙台駅で飲むしかないよねきっとね、うん、どこかまで行けないよね、うん、うわー、ちょっと食いたい、めっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそう、てか普通にずんだ餅でいいかな、あ、そういうこと言わない、ずんだシェイクで、やっぱりずんだシェイクごめんなさい、なんでもないです、なんとなくわかります、普通にずんだ餅で映画なとかっていうのは忘れてください。シェイクはね、気になりますね。シェイクって美味しいよね、シェイクうまい、ロッテリアのシェイクが一番美味しい、ロッテリア、うん、いいっすね、ロッテリアのバニラシェイク、ちなみにロッテリアのシェイクなんだよね、確かロッテリアのシェイクはうまいっていう人は2ですよ、嘘、多分2です、嘘多分かい、シェイク2ですよはい、ちなみにですね、あのやっぱり食べ物をおすすめしてくれるお便りがすごく多くて、うん、ずんだロールケーキとか、あとはアーケードにあるひょうたん揚げとかは絶対食うべき、出た、ひょうたん揚げ、え、何知ってる、ひょうたん揚げ、ささかまをアメリカン、ささかまのアメリカンドッグみたいな、へえ、ってか、あ、そっか、移動中にちょっと喋っただけだから、あ、なるほどね、食べてねえよ、高橋さんがあのこの前仙台ロケ行った時に言ってた、言ってた、言ってましたよね、ひょうたん揚げを食べた方がいいって言われたって、気になるとかとか、楽しみですね仙台、もうあと10日ですよ、5月1日まで、次行きます、ゆうひろさんからいただきました、皆さんこんにちは、こんにちは、お便りのテーマが仙台ということですが、5月1日のファンミーティングが開催される日ですね、私は前乗りをするのですが、おお、本気だ、何を隠そう、私は神奈川に住んでいるのですがなんでそんな読み方学校の行事の修学旅行で京都に行ったら、京都に行った時以外関東から出たことがございません、あら、自慢ではないのですが初めてのプチ旅行みたいな感じでワクワクしています、絶対楽しいよ、仙台に着いたらずんだシェイク、あ、また牛タンなど美味しいものを食べたいと思っています、いや、仙台に来た村井さん、見た、見たんだな、仙台に行った村井さん、仙台のいいとこもしくは美味しいものを先に教えてください、よろしくお願いします、 PS ガルバーカガルバーカって書いてある、 PS で唐突にガルをディスってきましたゆうひろさん、しかもなんかそのあれ、まさかゆうひろさんってあの中の一人かな、まあいいや置いとこう、あ、ゆうひろってまさか、あ、ポンチョさんと逆の方、そうです置いとこ、マニアックすぎるから置いとこ置いといて、一旦話して、仙台のいいとこもしくは美味しいものを先に教えてください、我々がすごい我々が牛タンのロケをやったお店はうまみたすけというお店で、すっごく美味しかったです、はい、いいな、でメニューだと牛タンと牛ハラミとかが書いてあるんですけど、私たちが聞かなかったことしますあの今回その食べてきた映像とかもろもろはぁいや、いいっすよいいっすよ映像がね、ありますんで、5月1日の仙台ファンミーティングでそのロケ映像が公開されますんで、なぜ今止めたかも分かる、やばかった、やばかった、ゲロるところだった、全然分からんかったっす、よかったよかったよかった、もうちょっとしたら電流が走って私絶命してた危ない危ない、そうだからそのうまみ助けの牛タンは美味しいですね、うまかった、うん、まあ牛タンそこしか食べてないけど、まあでもあれはうまかった、感動した、こう
駅前のホルモン焼き屋さんうまくなかった？あれ福島っすね。あれは福島え、そこ私も行きましたよ、たぶん。あ、行ってた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 。ツイッターで見た。福島だっつクリッキーとナルミと晩ご飯食べた。うまかったよね、あそこ。美味しかった。僕らがね、食べたのはね、他はね。何食べた？他、仙台で。仙台で食べたものは、牛タンかまぼこ。あ、牛タンかまぼこ。意外とね、仙台のご飯食べれてない。食べてない。おすすめできません。その目で、その舌で味わってください。意外と食べてないんですよ。自ら探してください。もしくは、仙台在住の方いらっしゃったらコメント欄にどうぞこのお店がおすすめとお書きくださいませ。笹かまはいいっすよ、でもやっぱりいいね。美味しいですよ。うん、ツバイさんからいただきました。ツバイ、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 ツバイさんからいただきました。村井さん、アップバンクの皆さん、こんにちは。こんにちは。いや、違う、こんばんは。あ、こんばんは。今回のテーマが仙台ということで、宮城に住んでいるので初めて投稿させていただきます。初投稿、初採用、おめでとうございます。すげえ、すげえ。そしてこの機会に他県の方に伝えたいことがあるんです。なんだそれは。仙台だからって牛タンばっかり食ってると思うなよ。です。やばい、怒られた、怒られた。ざくんなって書いてありません。よく他県の方に地元を聞かれて宮城と答えると、ああ牛タンでしょと言われます。そしていつも牛タン食べてんのと言われるのです。そんなに食べてません。むしろほとんど食べません。仙台イコール牛タンというイメージが強すぎて、みんな宮城についてよく知らないのでとても悲しいです。村井さんも宮城に来たなら牛タンではなく松島などを訪れてみてはいかがですか。特に松島の牡蠣は絶品ですよ。牡蠣食いたい。そして宮城県のいいところをたくさん見つけてください。それでは失礼します。それで言うと、あの大阪といえばたこ焼きばっか食ってるでしょみたいな、そんなと聞いてますよ、きっと。似てる。実際大阪はたこ焼きばっか食ってます。食ってる、食ってる、食ってる。お好み焼きもたくさん食ってる。粉もんばっかり。そこはじゃあ大丈夫だ、ね、仙台の方はそんなに牛タンを食べてない。だって牛タンすごい頻度で食べてたらそれだいぶ不豪やで。確かにね、高級品ですもんね、牛タンもね。安いものじゃない。牡蠣、松島の牡蠣、牡蠣ってあっちの牡蠣ですよね。新鮮な牡蠣、生牡蠣でレモン汁 で、ね、やばい、食べたい。てか、松島行って、牡蠣食いて。松島に行こう。こうなったら松島だ。我々のイベント会場からどれぐらいの距離なんや。わからん。すいません皆さん、ただいまですね、 Google で地図を。でも行けない距離じゃなさそう。でも我々仙台の駅前じゃないですか。はは、駅前からだからちょっときついかもね。1時間ぐらい。仙台駅から電車でルート検索したとして、松島まで35分。行ける、行けなくねえな、うん、車で40分。うわ、あれ、かきチャンス。やったー、松島チャンス。何キャラ、え、かきチャンス、チャンスキャラ、かきチャン、かきチャンス。やったー、食いてー、かき食べたい。でもマウリトさん牛タン食べたいでしょ。牛タンも食べたいし、かきも食べたいし。あー、同じところに来たな。やばいな、松島超綺麗だな。めっちゃ綺麗、あ、めっちゃ綺麗。これなんすか、これ。あー、石。え、岩。本当に岩じゃない。なんか空洞ないっすか、ここ。うん、ちょっと画像。骸骨。見る気ない。適当なこと言ってもいや、だってあ、空洞じゃなくて。いや、多分たまたま石になってるやつだ、本当に。すげえ。てか松島綺麗だな、うん、めちゃくちゃ綺麗ですね。これはリアス式海岸なのかな。すいません、言うほどそんなに興味がないのに屋敷式海岸について振ってしまいました。屋敷海岸についてちなみに詳しいんですか。デコボコですよね。ガタガタ。で、別に全国各地に結構ありますよね。あの、あそこだけじゃなくて、ね、東北のあそこだけじゃなくて、割と全国にリアス式海岸はあります。でもデコボコってこと以外に私は知りませんよ、リアス式海岸。特に興味がないのに、なのかなとか言っちゃった。ヨーロッパら辺にもなんかリアス式海岸で広げなくていいんじゃないですか、もうこれは。あ、スペインほら、
リアス式海岸、岬と入り江が複雑に入り込んでいる。これテスト出たもんだって。出た。なんでしょう、図が出て、この海岸はなんでしょう。リアス式海岸。よっしゃ、分かりやすい。正解。次いきますよ、もうどんどんいきますよ。バイヤー親衛隊。おお。久しぶりな気がします。バイヤー親衛隊からいただきました。すごい。あのね、バイヤーのリバウンドがやばい。ああ。すごいよね。最近見たらまたでかくなってた。でかいよね。だって打ち合わせするときとか、そことかよしよしよしって座ってたらもうここのこのズボンのこの上のこのシャツインじゃないですか。バイヤーってシャツインしてるじゃないですか。やばいよねここ。ドーンって。ドーンって。太って痩せて太って痩せて、あれだな、絶対体調壊すよな。はい、行きます。村井さんと愉快な皆様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。仙台がテーマということで、4年間仙台に住んでいたので投稿させていただきました。4年仙台在住、うん、村井さんやリオナリさんはラーメンが好きということなので、仙台っ子ラーメンにはぜひ行ってもらいたいです。仙台っ子ラーメンだと。仙台っ子ラーメン、なんだそれ、初めて聞いたぞ、初耳だ。仙台っ子ラーメン、事件だ事件だ、大変だ大変だ、仙台っ子ラーメン大変だ大変だ。味は家系ラーメン。うわぁ、家系来たー、食いてぇ。あ、仙台駅前券。うわ、駅前店。うわ、これ行きましょう。これは食わざるを得ない。家系ラーメン好きなんですよ。これは食わざるを得ない。ライス。なに、ちょっと待って、なんでハンターハンターでブックみたいな感じで今本をこう出すみたいな、そんなノリでライス。将来ライス。味は家系ラーメンに近い味で、ご飯は無料でおかわり自由。こってりとしたトロトロスープと縮れた麺がやみつきになります。テーブルにあるからし味噌を入れて食べるとさらに美味しくなります、お気に入りの食べ方はからし味噌をご飯につけてスープを入れて食べる食べ方です。それでは仙台楽しんでください。絶対にうまいね。やーべー、食いて。太麺じゃないですか、家系はやっぱり太麺ですよね。絶対うまい。しかも最高じゃないですか、ご飯無料おかわり自由、素晴らしい。ご飯…はい、何でもないです、何でもないです。すすむくんですか。何でもないです、何でもないです、やめてください、何でも…掘り下げないでください。うまさー、やばい、もう完全にラーメンの腹になってきた。やばいな、ちょっとこのネギラーメン…私ラーメン食べてきました。ええ何ラーメン。天下一品。うわーくそー。こっちがカップラーメン…あリオナリン、今週ちょっとこれを食べて動画で紹介したいね。ニコニコの限定動画でまた再びこの。お、明日のお昼にしましょう。じゃあ、じゃあ明日にしようか。よし、わかった。今日は置いとこう。今日はおそらく夜ラーメンを食べる運命にはないな。うん、私のちょっとしたこだわりちょっと言っていいですか。はい、家系ラーメンでこのラーメン道仙台っ子の家系ラーメンのこのネギを見ると、そのラー油がついたネギ、はいはい、ちょっと辛い系のピリ辛系のネギじゃないですか、はい、このラー油がついてないこういうネギの場合でもいいんですけど、うん、ネギがなんか今私の話誰かがしてたさ。え、ちょっともうめちゃくちゃネギの話気になるんで。ああネギすごい好きなんですけど。私も大好きです。ただ天下一品はネギをファーストで入れても合うじゃないですか、うん、あのネギは、うん、あの丸いネギは緑のネギ、ただこの白いネギ、うん、あの細長い感じで切るタイプのあのネギって辛みが強すぎて、はい、ファーストからトッピングするとその初めて行くラーメン屋だったら特になんですけど、スープとか麺の味を結構壊すじゃないですか。あ、え、そうですか。なんかむしろ熱加えない、刺激が強すぎて熱加えるとネギ辛くなくなるじゃないですか。だから熱いうちにネギ入れないと、もう冷めてからネギ入れたらそのネギ食べても辛いみたいな。僕はね、ネギトッピングするときはまず天地返しをします。え、なんで天地返しです。ひっくり返す。あ、それ賢いな。私も麺の下に沈めます。麺を持ち上げてネギを下に沈める。天地を返す。それ頭いいな。それ私今度やろうかな。で、時間が経つとネギも温まってちょっと甘くなって、うん、甘い。最後麺食べ終わった後ネギだけ食べる。ああ、それもいいですね。それいいね、それいいね。私ね、ネギ食べたくてどうしようもないのに、なんかネギの刺激が強すぎて味がいまいちピンとこなくなっちゃうから、いつも困ってたんですよ。最初にネギをガッていっちゃうからじゃないですか。上にあるとさ、順番に食べざるを得ないじゃないですか。なるほど。天地返しという発想がなかったら、もうそれコロンブスの卵だね。グワンって、うん、だってラーメンこうやって綺麗に盛り付け
られてるものを、まあ、まさかのひっくり返すってまあ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 、まあ、いや天才だと思うそれ。コロンブスさんの私なんか美味しいものだったっけな。結構やってる人多いんじゃないかな。嘘、はい、嘘、私初めてだよそれで聞いたの。前しかも天一行った時に一緒に私ネギをダブルでトッピングして。マルタそうかと思う。もうやダブルすごい。ネギラーメンにネギトッピングして、うわすげえ。で注文した時にネギダブルでって言われてた。で横で普通に横で食べてた時牛やってましたよ。 麺の下に沈めてました。よしよしよ、沈めてた、沈めてた。ただその天地返しっていう単語から連想されるようなグルンみたいな沈め方じゃなくて、ちょっとしたこうスープに浸してネギも食べたいなって感じのかと思った、うん、ちょっと違ってた私の、ごめん私が間違ってた理解度がちょっと足りなかった天地返しかグルンとする。あ天才。でも私あれなんだよ、そこに至ってなかった言い訳も一個していいかな昔美味しんぼか何かの漫画で見たんだけども、はい、あの冷やし中華を食べるときにサラリーマンがはいお待ち冷やし中華って言ってよっしゃーってガーってかき混ぜて食べたときにお店の人が綺麗に盛り付けたのに一瞬でその盛り付けが崩れてしまう、あんなにかき混ぜられて食べられちゃ僕は悲しいっていうエピソードが何かの漫画であって、それは私の心に結構残っていて、多分それが上から食べないといけないっていう自分のその枷、悩ましいなそれは。ちょっと鎖になってたんだと思う。でも ラーメン以外はやんないですよ、うん、どんぶりとかで天地返ししないですよ絶対しないじゃん。それ理由がわからん。ただネギの天地返しは私は今度からやりたい、うん、天才だと思う。すげえ褒められた今日の MVP。 いや発想としてなかったなかったMVP かもしれない。そのワード聞いたの初めてだった。天地返し、いいいい。このマミルトンさんもこれからはもう、私ネギダブルだけど天地返ししてくるんで天地返し、そうそう素晴らしい。最後アメリカナイズド男さんからいただきました。アメリカナイズド男さん、実はこちらの方ニコニコでは常連さんでございます。アメリカナイズド男さん、村井さんゲストの方、 YouTube をご覧の皆さん、初めまして。お初めてこっちにも投稿してくれたんだ。おいつもにマックス村井部で投稿してた常連ですから、おー YouTube で初めて投稿してくれたんでありがとうございます。今回お便りコーナー、初投稿のアメリカナイズド男と申します。今回のテーマが仙台ということで、私の生まれ故郷ということだったので投稿させてもらいました。私は3年ほど前に仙台に一人旅行をしに行ったことがあります。一人旅しに行ったことがあります。その頃仙台が色白美人がいっぱいいて、もう住んでやろうかなと感じたのをよく覚えていますただ自分にとって一番記憶に残っているのは、かつて自分が住んでいたマンションが残っていたことです。私が住んでいたのは3歳までで、残念ながら当時友達だった人に会うことはできませんでしたが、綺麗に残っているのを見ていろいろと感じるものがありました。管理人さんの話だと修復をたくさんしたらしいですけども、私は宮城県民でも仙台市民でもありませんが、生まれ故郷なのでぜひ楽しんでいってください。長文失礼しましたということでございます。なんかいい話ですね、いい話、うん、私もあの去年村井牧場、石川県奥能登の、実家に行った行ったぞ帰った時にですね、私たち村井家一同が石川を離れてからもう本当に結構な月日が経つんですけれども、実家がそのままの形で残っていたというのは本当に嬉しかったです。ただ、牧場はもう跡形もなく消えていてソーラーパネルになっていました。奥野とバトルロードのやつね、衝撃的な日だったね。あれっつってこれソーラーパネルやないか、何これ一面ソーラーパネルいやーそんなわけで、我々が仙台に行くっていうのはもう10日ですよ、うん、10日か、まあ、この10日の間にも、そうですその間にそうですよ1週間の半ですよ。ゲーム祭りと町会議がある、でかいイベント今月の5月、あ、違う4月か、4月の土日はすごいですね。本当にイベントも盛りだくさん。ひどくはないけどアップバンクスター、4月25日月曜日アップバンクスター新宿の完全閉店ありますし、うん、その翌日発表されてるのかな、わかんないけど、ちょっと長めのニコ生ございますし、木曜日の夜には幕張入りして、金曜日土曜日ニコニコ町会議、うん、5月1日日曜日が仙台ファンミーティング、だから10日間というか、そうか10日間か、ゲーム祭りも入れたらそうだ10日間か。ゲーム祭り、アップバンクゲーム祭りボリューム3、27時間生放送がですね、4月の22日金曜日の夜7時から23日土曜日の夜10時まででございます。怒涛の10日間、大変だ大変だ、恐ろしい
うん、仙台で羽を伸ばすしかないな。そうですね、ぜひイベントに来られる方はね、現地で、そうでない方はニコ生ある日はニコ生で牛タン食ってずんだシェイク飲んで、ずんだシェイク飲んで牡蠣食べて、食べれるのか、ラーメン、ラーメン食べて、仙台コラーメン、いやまだいける、確実に体重増えますね、それまだいける、まだ恐れない。ここでもちょっと1個言っていいですか、エピソード。私め去年の夏71キロあったんですよ、うんうん、でマックスザムービーで痩せようと思って、うんうん、痩せたんですよ、66まで落ちた、66キロで、66キロの状態で年を越したはず、2016年になった瞬間もう66キロだったはず、うん、3日前に久しぶりにジム行きまして、うん、体重計乗ったんですよ、うん、70.2キロ、増えてる、超えた、超えた、また大台にでも悩み無用、食べる、あでも食うよ、当たり前じゃないか、食うに決まってんじゃないか、当たり前なら食うに決まってんじゃないか、3食4食食わせろ、村井さんが無理って言ってたら僕だけでも行く予定でした。超食うよ、何言ってんの、食うに決まってんじゃん私が最近朝8時とか9時台、あ嘘だ、9時半ぐらいかな、数字をつぶやいてるんですよ、 70.20 とか、あれ何なんだろうって思って今日も 70.10 体重です凄い、なんかの、何これって思って怖いそう、なんか何かをなんか、何かでマルチやろうとしてる、何か、そう、何かを伝えようとしてるのかなみたいな、助けてみたいな、そうすごいなんだろう、なんだろうって思って体重です、体重でしたか、ただ、そんな我々ですけれども仙台でお腹いっぱいになるまで食べたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。あとは5月1日は仙台ファンミーティング行きますので、チケットまだ発売しております。どうぞぜひとも買い求めいただいてお越しくださいませ、お越しくださいませ。アップバンク仙台初めてのイベントでございます、うん、さて MVP 毎回ゲストが決めてます。なんか前来た時でも俺決めました、ちょっと割と直近に来ましたよね、僕覚えてない、桜のなんちゃら、あじゃあそれ割と直近だな、じゃあみんなで適当に決めようか、僕はね、うん、これかなっていうのありますねじゃあ別にそれでいいいやでもまあみんなで決めた方がいいかなって思って私決まったらどうすんの、まあマミルトンさん多分あれだろうな、あれですね、うん、あれだろうな、あれかじゃあそのそれぞれ決めてじゃんけんで決めますか、おーすごい、じゃあじゃんけんで勝った人がその1位のやつを発表して MVP にしましょう、よしよしよし、最初はグーじゃんけんほいバイヤ新兵隊お仙台コラーメンの方を MVP にしたいと思います。僕もねそれ選んでました、えマジで、はい、マジですごいラーメン食べたくなったんで私もねもうよだれがすごいひどい状態になってたマミルトさんずんだシェイクでしょ、5つ目の、はい、じゃあそんなわけでバイヤー親衛隊の方には、ちょっといいものがさらに当たります。じゃあ今週のお便りは以上でございます。さよなら仙台で。僕らがまだやっていないことがあります。釣りです。笹かまにして食べましょう。笹かまにして食べましょう俺たちの笹かま、イエーイ、あんまじゃねえか牛タン牛タン牛タンタン、あるぞ一番ベロ牛タンのことベロベロどういう意味ですか。どのようなもの。この辺からビチビチビチって。邪魔はここまで。会話するだけじゃない。Ha ha 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 ha
ようなチャンスが来て盛り上がってきた盛り上がってきた盛り上がってきた息白いなんでなんで靴がもうびちょびちょ